こんばんは。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。これはなんか、このミーティングは録音されてますって、続けるっていうのは押せば消えるんですかね。そうですね、はい、続けるで、はい。いやいや、どうもどうも。いつもお忙しそうですね。なんか今のとこちょうど、この2週間ぐらいかな、やっぱり仙台の方に行ったりしたので、そういう講座があったから、ちょっと忙しい感じがしました。うん、あとはもう月曜日火曜日はいつもいつも通りのクリニックがあるのでね、あれですけど、なんかでも1週間が早いですね、最近1週間がね、うん、早い感じがします。そうそう、MACF のね、礼拝の時間が本当すぐ来る感じですよね。1週間の本当ですよね。先生慣れてらっしゃるからあれでしょうけど、いやあっという間ですよ、あれ本当に。そうそうそう、まあ、いつも見てくださってありがとうございます。いやもう本当にね、いろいろなんていうかな、こうそれこそ、非常に支えられますよ、本当に。あれは時々ご自宅じゃなくて、お茶の水でね、OCC で撮ったりとか家で撮ったりしてるんですけどね、まあお茶の水が一番やっぱりやりやすいといえばやりやすいですね。会場として慣れてるからね。やっぱりあれですか、あそこで長くねやってらっしゃるから。そうですね、なんかこうやっぱり あの場所っていうのはやっぱり多少影響するもんですよね。影響があると思いますね。家ではなかなか大きな声も出せないし、ご近所もあるから、ね、そうだ。でもこんなに家でいろ、まあ、先生の場合いろいろできるからでしょうけど、家でね、家でこんなにリモートでいろんなことがやれるね。そうですね、まあ、技術っていうか時代になっていたから、はい、まあ、こうやってね、今日もそうですけど、いや不思議だと思いますね。私は毎朝日ごとの糧とかね、ああいうのを吹き込んだりしてるわけですけど、あれだって結局家でコンピューターに吹き込んでるわけなんで、別にねスタジオがなくても大丈夫なわけですけれど、そういう意味で非常にこう簡素化された状況の中で、伝達方法をうまく使えば、そこそこの伝達内容というのは届くものなんだなっていうのはなんか実感してるんですよね、最近。ですよね。家でそのちょっと一昔前だと考えられないですよね。そうなんです、考えられないですよ。スタジオとかでやってね、そういろんな装置のあるとこで専門家がこういろいろこうね、そう思ったんですよね。それが本当にね、もちろんレベルの差がありますから、聞きやすさとか見やすさとかとそれはもうしょうがないんですけれども、でも伝えたい内容についてはある程度伝わっていくと思うので、そうすると問題はじゃあ人と人が出会う、人と人が生で会うということの重要さをどういうふうに忘れることなくそれに乗せていくかっていうことかなと思ってるんですよね。そこですよね、だからコミュニケーションのメソッドについてはこの方法があるので、まあこと足りることが多いと、コミュニケーションのメソッドについてはね、方法論については、だからこれを使えば伝えることはできる。できる。でも人の心ってこれだけでは満たされないんだろうと思うんですよね、やってる方はやってる方でもうやったんだからって言いたい時もあるかもしれないけど、でも、やっぱ生の接触っていうか、そこから生まれる温かみとか、そこから感じられるなんか生きててよかったという感覚とか、それっていうのはやっぱりこのままずっと続くということについて言えば、その部分がこう枯れていくことはとても寂しいことですよね。そうですよね。もしもその枯れていくとすると、あるいはそこがこう なんかこう干からびていくとすると、ね、そうなんです。それは本当に、残念なことだし。なんか頭でっかちになるわけですよね。そうなんですよね。だからね、どなたかがおっしゃってたんですけど、大学の先生がね、今リモートで講義をするっていう人が当然多いわけですよね。そしたらね、
まあ、半分ジョークみたいなもんだろうけど、学生が似顔絵を送ってきたんだって。おいつもずっとリモートで。そしたらね、お。うんうんうん。上半身しか描いてないんだって。そういうこと。それでね、その学生、なかなかこう、なんかデザイン関係の学校だったのかな。美学かなんかの専攻のやつで、やっぱりね、やっぱなんかセンスがいいなと思ったんだけど、まあ、先生は上半身だけでね、見たことないから、だって1年生とそう、かだはいはいと。はい。ああ、そうか、下そうがだ四ね。つ足だったって。うまい、うまいって、その先生喜んでそれた。は、それは面白い。なんとかしてこう先生とつながりたいっていう気持ちが、そういう表現出てますよね。出てますね。うそれん。は面白いね、でも。面本当に面白い白い。な。でも、そういう発想になっていきますよいきね。ますよ。それはまあ、ある意味ではね、ある種の不気味さがあるわけですよ、そうこそう、の不気味話さはありね。ますけどね。でも、本当ね、だから、かえって、こう、大切なものが何であるかっていうことがね、すごくこう、考えさせられる、この状況ですね。そうですね。私も本当にそう思うんですよね。ネットでいろいろなことをやって、まあ、特にメッセージを語ったりとか、それから日ごとの糧を送ったりとか、まあ、基本的にはメッセージをずっと配信というか発信はしてるんですけれども、でもそれだけ、それがメインなのかなと思うと、どうも違うような私気がは、するんですこよ。れね、関根先生、こう、何なんでしょうね。私たちもね、私も経験してるのはね、緊急事態宣言とかで出たりすると、一時的にこう、面接がね、リモートでしかできなくなった時そう期ながありるんまですすね。よ。で、まあ、まただいぶ怪しくなってきましたけど、まあ、その時に、まあ、こういうズーム、面接とか、それからまあ電話相談とかですよね。それで、それがね、解除されて、まあもうまあその距離取って消毒したりしながら、細心の注意を払いながら、面談もできるようになりましたよってね、アナウンスしたら、やっぱほとんどそっち望むんですよ、来るんで人しょ間っう。そうです。て。ね。だってまだ心配っちゃ心配ですよね、そうです。出かけてくるっていうのは。まあそういう、そういう意味では、まあ感染のリスクだってないわけじゃない。でもね、圧倒的にね、面談希望なんですよね。多いでしょ研修う。会とかだと、まあ半々ぐらいになることもあるんだそうけですど、ね。面接はね、なんか他の人もそういうふうに言ってるんですよね。そういう人の希望が多いところは何ですマンツーマンだとね、かね。その規模は圧倒的に多くなりますね。なんかそれで、なんか本能的になんかすごくよくわかるような気がするんですよね。そうですね。それがね。クリニックのカウンセリングは基本的にはマンツーマンなわけですけれど、やっぱり減ってないですもんね、全然。でしょクリニックに来ることだって、ある意味では勇気がいりますよね。ねえ。いろんな病気の人がいるわけだし。そうそうそう。でも、やっぱり、そこは、やっぱり、ちゃんと埋まるんですよね。だから、やっぱりなんか違うんですよね、もちろん。違うところに何か非常に大事なものがそうですて、ね。ね。コミュニケーションの、そのコミュニケーションのノウハウというか、コミュニケーションの方法論と、コミュニケーションの内容、知的な内容ということだけではなくて、そうやっそうぱりそうそ人と人との、う。なんて言うんでしょうね、やっぱ接点というか接ね、点。あるいは熱量というか、そ人と人との関わりの中での熱量っていうのは、やっう。ぱり人を生かす力になるんだろうなと思うんですよですよね。ね。そう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 。それは思いますね。今先生はやっぱり、感染センターには何日か行ってらっしゃる？週3日ほど行ってるんあ、で行っすてけらっどしゃるんでね。すね。ただ、まあ、午後だけ行くときもありますしね。で、大体、まあ、関根先生ほどたくさんやってないですけど、3、4ケースずつはそうね、でし必ょうね。ずやっているんですけど、まあ、ほとんどね、やっぱ面談希望者ですそうね。ですよね。これはね、なんだろう、人間、
先生がよくおっしゃってるね、その存在、はい。人間の存在というものが放ち合うね、何か、うんうん。エネルギーでもあり、そうですね。熱量でもあり、はい。その、なんかね、触れ合うっていうと、まあ、接触するっていうか、実際に、まあ、握手したりして触れ合うっていうのがあるけど、まあ、精神的な触れ合いっていうのは、この直に存在してね、そういうようなことが、人間の心の触れ合いっていうか、精神的な触れ合いっていうものの要素は、何かお互いに放ち合ってるね、何か。何かが総合的に放ち合っている。まあ、だから触れ合うって言いますよね、触れ合うって。そう。こ実は、れ、ええ、そうですね。実はね、今朝、川口の保育園で礼拝があって、2箇所あってね、2箇所で話したんですね。まあ、1箇所がだいたい70人ぐらいなんでしょうかね。70人ぐらいでしょうかね。そんなに簡単な話をしたわけではないんですよ。今日はイエス様の弟子たちは、勇気がなくて逃げちゃったんだよって、でも勇気を持ちなさいってイエス様言ってんだよみたいな、そういう話をしたんですよ。子供たちにね。で、ほとんど分かんないと思いますよ。で、まあ、とにかく勇気を持つって大切だよねっていう話をして、で、いつものことのように、じゃあ礼拝終わりますって言って、まあ、最後、主の祈りを祈って、で、終わるんですけど、ここもう毎回毎回のことなんですけどね、終わって私が帰ろうとすると、ほぼそうですね、70%以上の子供たちが私を取り囲むんですよ。それで、みんなハイタッチをしたがるわけ。ハイタッチね。来てくれてありがとうとか、また来てねとか、今度ウクレレ持ってきてねとか。とか。もうね、それがね、もうその時間の方が長いぐらい。ハイ説タッ教チ。より。もうそれが可愛くてね、もうそれがあるとやめられない感じ。でしょうね。本当に可愛い。で、それは理由はよくわからないんですよ。それはね、もう、私は1ヶ月に2回行ってるんですけど、まあゲストだからといえばそういうことなんでしょうけれど、まあ、縁でもね、ちゃんと先生を尊敬するようにって教えてるんだと思うけど、それにしてもね、それにしても、嫌がらずに、そうですよ。こう手を触れて、体を触れたりして、ありがとうっていうのを表現する。僕にも触ってっていうのを表現する。その子供の何て言うんでしょう、こう、本質的な、本能的な、こう、触れ合いを求める心っていうのは、特に運動会とかそういうようなことができにくくなっている状況の中では本当に大事だと思いました。本当に大事だと思いました。それをだから今日2箇所でね、やって2箇所とも不思議なように2箇所とももう取り囲まれるわけですよね。そしてみんなハイタッチして、全員にハイタッチして帰ってくるわけですけど。ハイタッチってほんのちょっとですけどね、もちろんね。あれが怖いからっていうこともあって。でも、私はそこに本当に人間と人間の本来的な、こう、存在を認め合う心、存在そうをで認すめね。るということから起こってくるスパークっていうか、ある種の喜びっていうか。だから子供たちは別に、説教が良かったとか、歌が良かったとか、そんなことではなくて、関根先生が来てくれて、今日関根先生に触ったっていう、それだけでも、もしかするとその日のハイライトになるのかもしれないなと思ったんですよ、私。で、それはそうですごね。く嬉しいこと。それはすごく嬉しいことで、で、それは礼拝が終わってから、私玄関のところ、出口のところで待っていて、ほぼ全員と恒例では握手をして、ね、今日もお会いできてよかったです。来てくださってありがとうございました。全員と、まあ、出てくる人と挨拶をするんですけど、まあ、高齢者が比較的多いわけですけどね、その礼拝の時は。でも、
全く同じ感触なんですよね。あ、つまり高齢者も若者も子供たちもどっかで誰かとハイタッチしたいんです。ハイタッチ。そうですね。うん。どっかで誰かとさっきの話につながると、それはやっぱ触れ合いですね。そう。触れ合い。あ、瞬間的のもの。瞬間的触れ合い。うん。触れ合いは瞬間的でいいのかもしれない。そう。瞬間的。別に無理にハグしなくてもいいの。うんうんうん。うん。でもね、やっぱり目と目がちゃんとあって、うん、お互いを認めるという部分は、うん、やっぱりないとまずいと思う。よそ見しながらだったら絶対面白くないと思う、うん、私がよそ見をしながらだったら子供たちはやってこないと思う。そうですよね、うん、うん。でもその触れ合うというか、だから大人でも、まあ、ちょっと今そんなにね、それが奨励されてるわけではないけれども、でもお互いに後で消毒するということを前提に握手をするというのは、私は、ね、すごく大事なことだと思います。うん、すごく大事なことだと思う。消毒してくださいねって言わなきゃいけないけど、うん、それでも、そう大人に対してね、そういうのは、実はすごく大事なことかなと思うんですよね。まあ、本当にあれですね、子供の場合もそうだけど、本当に素直にね、うん、素直にこう喜んでる、そのハイタッチしてね、はいはい、そのだからタッチすることの喜びっていうのはね、そのもう体全体、心全体が、うん、そのなんかだから関根先生に触れたい、関根先生とにタッチしたい、ハイタッチしたい、向き合いたいわけですよね。向き合いたい、これはなんか存在、つまり存在がそれを喜ぶ。そう、はい、だから存在そのもののこう触れ合いになってる。そう、存在そのものを受け入れ合うというかね、受け入れ合う、うん、これはあの難しく応答とか言わなくても、はい、応答ですね、応答試合になってる。そうなんです、そうなんですね、はい、まああえて言えばハイタッチですよ、もう本当にハイタッチですね、うん、それはだから日ごとの生活の中でどれほど大切かというのを、うん、こういう時代だからこそなんか思い知らされる感じがします、うん、まあ直にお会いする方がうん多くなっているのも、なんかその、そういうことと関係しているような気がします、ね。そうだと思いますね。まあ、握手したり、ハイタッチするっていう、一人一人とその、全部にしてるわけではないけども、うんうんうん、そのタッチの意味ですね、タッチ。そのタッチということが、はい、おそらく直に会うときには、うん、まあ、こう、まあ、こういうリモートでも、全然ないわけじゃないけども、そうそうそう。より自然に、その、人間が、発し合う、こうタッチし合うね。そうなんですね。触れ合う、こうある種の熱ですよね。熱。熱、うん。これがこう人間のこう人間が進化を求めていることの。そうかもしれませんね。はい。そうですね。やっぱなんか人間がこう乾いていくとか、うん、あるいはこうまあ喉が渇くようにね。うんうん。何かこうまあ、みずみずしさを求めていくとか、うん、そういうことがこう例えば瞬間的にタッチし合うことによって、ね、うんうん、でそのだからタッチしたくなる関根先生っていうのもやっぱりあって、子どもたちはやっぱ非常に正直っていうか素直だから、うん、そうそう、まあ好きでいてくれるんですよ、好きでね関根先生からが走ってきてくれているなんかこうある あったかいものっていうか、そのそういうものを子供は素直にキャッチしてるんですよね。うん、そうだと思いますね。子供によるリスポンスですからね。レスポンス。だから、うん、そう。そのタッチはレスポンスですね、子供からのね。うん、そう、うん。それはね、すごく気持ちがいい。気持ち、それ、しかしそういう場を月2回も持てるっていうのは、羨ましいですね、なんか。それは関根先生だからできるって面もあるけども。いや本当にね、ありがたいことで ね、月に2回それは招かれていて、子供たちと礼拝の時間があって、まあ私が行かないときは園長先生がメッセージしたりしてるんですけど、私は月に2回必ず行くことにしていて、で、そこで必ず子供たちとは、まあ時々ウクレレ持っててみんなと一緒に歌ったりもするんですけど、でも基本的には終わったらね、子どもたちが寄ってくるので一人一人に丁寧にタッチして、うん、元気でねとか
またねとか言いながら、一応こう落とさないようにっていうか、誰一人漏らさないようにっていうか、そういう感じでやってくるんですけど、あ、それは大変私の心にとっても大変満たされることなんですよね。あ、そうでしょうね、うん、それはすごくありがたいことです。そうそう、すごくね、はい、そのいや、お互いにっていうか、子供たちと関根先生とのこう交流がね、はい、そのタッチっていうのはね、うん、そう、だ今度茨城のね、うん、あのカウンセリングの現場に行った時も、今度握手じゃなくてタッチにしようかなと思って、ね、その方が早いからハイタッチでお願いしますみたいな。それでね、内容忘れちゃったけどね、うん、一時は若者を中心にものすごく人気のあった漫画ね、はいはい、題がタッチって言うんですよ確か。あ、そうでしたね、ありましたね、野球の漫画、うん、ありましたね、なんかね、タッチ、うん、野球の双子のね、あの男の子がね、あーはーはー、あ、出てくるね、あれタッチでしたね。ああ、なるほど。タッチね。うん。そう、うん。タッチ。いいですね。触れ合い。そう。触れ合いね。なんかすごくそういう意味では、今こういう時期だからこそなおさら、こう触れるっていうね、触れるっていう作業の、うん、うん、まあ人間のなんて言うんでしょう、求め、人間の極めて自然的な求めとしての、タッチっていうか、そういうのっていうのはやっぱり大事にすべきなんだろうなって思ったんですよね。そう、カウンセリングっていうのはやっぱその、うん、まさにその、まあ、相手が大人の場合は特にそうだけど、うん、実際にこうやってタッチしてるっていうわけじゃないけども、うん、あの、なんていうんですかね、まあ、触れ合うという意味での、はい、なんかその層にタッチし合うっていうかね、そういうことから考えるとやっぱりあの直に来る人が多くなるっていう、はいはいはい、分かるような気もしますね。そうですね、はい、そうですね、 あの直にっていうのとタッチっていうのはね、近いですよね、こうほとんど。そうです、同じ直接というか、ね、ほぼそうです、そうです、そうです、うん、そう、直にっていう意味ですよね、まあね、タッチするっていうのは ね、まあ、ね、うん、そうですね、まあ、こういう時代だから余計にそれを強く感じるという面はあろうかと思うんですよね。先生はもうワクチンはお済みになりましたか？済みましたね。あ、よかったよかった。よかった。副反応は？副反応はね、ほとんどなかったですね。あ、そう。あ、よかったですね。それはよかったんですけど、うん、なんていうか、年取ってる人は比較的あの副反応が少ないって。少ないって言ってね。そうそうそう。私も全然なかったですよ、副反応。なんか見え張って熱が出たとかそういうこと言わないよね。私もおかげさまで副反応はね、ほとんどなかったんですよ。あ、これはね、あの今バーッと増えてって、なんかね、はいはい、やっぱ高齢者のあれ少ないですよね、見てると。そうですね、はい、うん、だからワクチンがね、まあワクチンの効果っていうのはあると思いますね、ね、それなりに年齢的なことを考えるとね。逆に言うと、あの若い人たちに間に合わなかった、間に合わなかった。そう、それがやっぱり ね、ちょっと残念です ね、うん、それはとっても心配なことですね。働き盛りの人たちとかね、30代40代の人たちに本当に早くワクチンを打ってあげないとちょっと大変だなと思いますね。うん、そう、そうなんですよね。そうか、うん、先生が最近うん、感じてらっしゃることや考えてらっしゃることってどんなことですか？いやー、あのね、何かいろんなことが浮かびますけどね、うん、あの特にあの関根先生がどこかでお話になって印象的だったのは、あの何だったかな、多分 MACF のお話の中だったと思うんですけど、うん、あのなんていうか、その例えばね、そのクリスチャン以外の人が、ええ、本当に関心を持ってるのは、うん、まあ、もちろん宗教とかね、うんうん、宗教組織とか、うん、そういうの興味持ってる人もいるけど、まあ、そういうことっていうのも本当に伝わるのは、うん、その人自身から醸し出されるね。はいはいはい。
前の回ぐらいの時に、そうですね。それ強調しておられたんではすいね。はい。そうですね。で、だからその、自分の知っている、あれ、自分の生きている豊かな世界を伝えたり、それを、こう、なんていうかな、こういういいことがありますよっていうふうに、伝達しようとしてもね。それはまあ、もちろん、それはやっていいんだけども、だけどね、よく、例えば、聖書自体を読んでみても、パウロが言ってることもね、その人が から醸し出されてくる。なんかこういう教えを持ってるっていう、じゃなくてね、あれってね、すごくね、なんかこう、私自身もね、すごい勇気づけられたっていうか、結局ね、なんかね、こういうすごくいい教えがありますよ、みたいな感じで、こういう考え方をすると楽になるんじゃないですか、みたいな形で、カウンセラーとしても、まあね、時々そういうことを言ってそもれね、伝えますよね。まあそれいいんだけどね、あんまりそういう時はね、相手に響かないっていうかそうね、なん そうなんですよ。そこがね、すごくあるんですよね、本当に。本当ですね。あれはね、とても鮮烈なね、っていうか、でね、なんかで、そういうことはしばしばおっしゃってるでしょうけども、何いえいえ。かあの回にね、すごくこう、はっきりおっしゃってたっていうのはね、印象的でしたね。なんか、パウロの手紙の最後の方になってきて、パウロはなんとなく、その宗教人としての匂いを、そんな出さなくてもいいんじゃないの？っていうことを言ってるような気がするんですよ。なんかね、ユダヤ教徒がそんないろんなこと言ってるけど、そうじゃない人もいるわけだから、そうじゃない人のことを考えてごらんなさいと。あなたが言っていても、それはあなたにとってはいいことかもしれないけど、この人たちにとっては全然伝わらないことだから、あなた方の生き方でそれが見せられない限り、伝わりませんよっていうような、そういうアプローチのような気がしてならないんですよね。異邦人と付き合っていれば付き合っているほど、それはわかると思うんです。私も、カウンセリングの世界に入って初めて言えるようになった言葉だと思います。牧師の世界に生きていたら、絶対に言えない。牧師の世界に生きていたら、キリスト教徒はこうでなければなりません。キリスト教徒の着るものはこれで、語る言葉はこれで、これ以外はダメです、みたいな。きっとそれで良しとしてたと思う。でも、カウンセリングの世界に行くと、全部それを脱ぎ捨てないと、相手の話を聞けないんですよね。そうですよね。確かに。相手の話を聞かせてもらうためには、まあ自己紹介はするにしても、相手の話を私のこう感覚で取るんではなく、相手の言ったことをそのまんま受け止めさせてもらわないと話が通じないわけだから、いち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 キリスト教的にはこうなんですよ、キリスト教的にはああなんですよなんて言ったら次から来ないですから、だからその部分の、まあ、なんていうかこう、鎖となってるようなものを外して、生の自分でその人に対応する。そういうことの訓練を、カウンセリングの世界でさせていただいたんだな、というふうにつくづく思ってるんですよ、私。なるほどね。だから、キリスト教プロパーのことで議論するっていうのであれば、それはそれでいくらでもできるんだと思うんですけど、私が相手にしてるのはキリスト教徒じゃないから、ある意味の そうですよ人ね。間だから、基本的には。そう。もうカウンセリングの場なんかも、まあ確かにもろそうですよね。そうなんです。そうなんです。で、それが、教会の中にきちんと入ってこないと、教会は象牙の塔になるだろうと。いうだからことなんです。だからそれはね、パウロの手紙というところで出てきたところが、また非常にまたそのパウロに戻っていくってところがね、余計パウロの、広さがね。広さが、あるいはパウロのこの真骨頂がね、余計、それでよく分かってくるっていうか、つまり、そうなん。
これ考えてみれば、異邦人って言葉はね、はい、別に聖書とか、キリスト教の世界だけじゃなくて、例えばね、カウンセラーになるプロセスでね、うんうん、例えば心理学を勉強してね、はい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 、そういう専門の勉強をして、うん、まあ、カウンセラーになる人多いわけですよね。そうですね。ね、はいはい、そうするとね、その、自分はカウンセリングのことはよく分かってると。うんうんうん、あるいは心理学のことはよく分かってると。うんうんうん、まあ、そう思うのはいいとしてもですよ、うんうん。やっぱりね、だん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 経験してるうちに、うんうん、ちょっと待てよと。人間っていうのは、別に心理学だけで分かるわけでもないし。そう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 。その時にね、やはりその自分の枠をね、超えて、うん、自分の枠から見るのではなくて、そうそう、自分の枠から教え示すのではなくて、うんうんうん、教示するのではなくて、うんうん、そうじゃない、もう一回その自分はそういう道を歩んできただけで、そうそう、それぞれの道を歩んできている一人のこう、うん、人間同士として向き合うっていうか、こう、はい、こうそれこそ接し合うというか触れ合うと、はい、どうやったらこうタッチして合えるんだろうっていうような、その時にその内なるそのやっぱりね、異邦人、うんうん、つまりユダヤ教徒じゃないけど、うんうん、つまり心理学を学んできた、あるいはこういう 経路で学んできて、うんうん、その専門性を身につけていくプロセスの中で、そこから先がねものすごくこう大事で、人それぞれが、うちならその、なんていうかな、その、違法人だというふうな、こう、認識をする。いやいや、その人間としては、もともとはもう同じものであるっていうようなね、はいはい、その、なんかこう、そのパウロの教えじゃないけど、うん、あれはどこの世界にもこう、当てはまります、ね。ぶつかる問題だなってね。そうですね、はい。そうですね、間違いなく。なんか異邦人と見なすとね、ええ、こうやっぱり高飛車になって見下すんですよね、結局、うん。一番すごいのが、だから道歩いてですね、とにかくなんかもう分からない人にどんどん教えてるね。別にいろんな宗教の団体がある、けれど、駅とかで。はい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 。まあ、相手のことお構いなしですよね。そうなんです、はい、そうなんです。その教えることはいいことだと、こういう。うんうんうん、それはまあいつの時代もあったと思うけども、だからある時お茶飲みなんか学生街だからね、うんうん、よくその別に宗教じゃないですけど政治的な問題でやってますね、うん、であれもねよく考えたらなんかこう相手の事情は考えずにこれどんどんいいことだから、はい、あもうビラ配ってね、はいはいはい、あるいはサインしてくれっていうのはね。そうですね。あれね、私らの学生時代は何も変わってないですよね、あんまり。変わってない。変わってない、全然。発想は。発想は。うん。相手のことを考えようっていうね。それは全然ないんですよ。全然ないです。相手のことを考えたら、うん、これ勢力としては衰えるみたいな考え方。そうそう。逆にね、そういう感覚ですよね、おそらくね。うん。だから私はすごくパウロが、その、外に向かって出ていって、相当苦労したと思うんですよ。ユダヤ人としてのプライドもあったでしょうし、うん、クリスチャンとしてのプライドもあったでしょうし、ユダヤ人たちにあんまりこう心よく受け入れられなかったという傷もあったし、そういう意味では自分がどこに立つべきかっていうのはね、すごく悩んだと思うんですよね、うん、すごく。でもだからこそ彼の目の中には異邦人もギリシャ人もユダヤ人もないのだと、うんうん、みんな恵みなんだっていうような発想が育ったんだろうなって思うんですよね。うん、苦労したでしょうね。うん、すごく苦労したと思うんですよ。出てくる話だけでも相当危険な目にあってますね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい、私は神学的なことを言えばもちろんキリスト教的な背景に育ちましたし、一応神学校も出ているので、その分野については多少のね、多少の知識は持ってますけれども、例えば倫理学、ごめんなさい、心理学とかカウンセリングの世界に関して言えば、私は哲学科の出身なので、
カウンセリングに関して学んだというのは、ほんのわずか進学校の中で部分的に学んだだけなんですね。でしかもそれはオーストラリア文化の背景で学んだことですから、全然違うわけで、だから私はそういう意味では、カウンセリングの世界に関して言えば門外観なんですよ、ね、門外観なんです。だから偉そうなことは全く言えない。でも逆に、だから良かったっていうか、そう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 、だから異邦人という言葉をあえて日本語的に使えば門外観という、ね、門外観ってことですね、うん、そう、門外観だから見えるし、そうなんですよ、言えるし、ええ、そう、だから門外観の者同士が関わるためには共通項を見つけるわけだけど、うん、そうそうそう、共通項で一番最初につながりやすいのは笑顔だろうと、うんうんうん、ね、あとは要するに親しい言葉をかけることしかないわけですよ、門外観同士だったら、うん、だから門外観って言葉はなかなかいい言葉ですね。そういう意味ではすごくいい言葉だと思いますね。門の外にいるから、そうなん、門の外の人なんですよ。門の中のことにあんまり縛られないっていうか、そうなんです、はい、そうなんです、門の外から見てると、あのなんかこう案外こう屋敷っていうか家のね、中だけに、そうそう、塀の中にいる、そう、塀の中を誇りたいわけですよね。誇りたい、うん、もで門外観って大体一匹狼だし、そう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 なの。だからこう本質的につながるものを探すことによって生きていくわけですよね、うん、そうです、門外観の場合、はい、そうなんですね、本当にこれは確信を持って言える、自分はこれは本当だと思うっていうことを、はい、そう、だってそれを持ってないと門外観が生きていくことはできないっていうか、できないんですよ、その繋がることもできないので、そうなんですね、そうするとよりこう本質的なことを求め、うんうん、でしかもあの、まあ、神学とかその哲学とかですね、はい、まあ今の時代はそれ分けてるけど、はいはい、多分ね、人間の持っているこう、なんていうか、こう、本当に人間が生きていく上で、何が必要なんだと、うんうん、もう何がないと生きていけないんだっていうことを探求してたことですよね、うんうん、きっと。そうなんです。それはもう探求っていうか、それ求めざるを得ないっていうかね。そうなんです。はい。それこそ命のパンじゃないけど、本当、水を求めるように、ええ、その渇きとして求めていたものが、まあ、ある体系化されて哲学とか、まあ、もちろん神学とかね、うんうんうん、そういう風になっていくわけでしょうけど、大元は一緒でしょうからね、うん、はい、そうなんですね、うん、ですからそういう風に考えると、うん、教会とは何かとかね、そうそうそう、うん、教会におけるその人が集まるということの意味は何かとか、うんうんうん、そういうことを考えるために今大変重要な時期なんですよね、重要な時期でしょうね、ええ、ただ人を集めればいいということではないだろう。私もね、何回かね、このズーム上で参加させていただいてね、普通ワークショップとかバイブルワークショップとか言ったら、はい、まあ説教者がお話しして、それをセミナーで聞いて、はいはいはい、まあ質疑応答するぐらい、そうです、はい、だけどすごい斬新なことを関根先生が始められてねほとんど関根先生喋らないっていうか、そうそうそう、あの参加者がね、はい、ズームだからこう、はいはい、小部屋にこう分かれて入って、はい、あれ我々がやっててもうエンカウンターグループそっくりエンカウンターなんですよ、まあ、その最初のね、あのこうイントロダクションね、イントロダクションとか、あのそのもちろんその瞑想とかインストラクションとか、うんうんうん、そういうこう、しかもそういうものを求めて集まってくる人たち、そうですね、はい、そういう背景は違いますけどね、うんうんうん、実際やろうとしてることは、私もね参加してみて、ほら小部屋に入るでしょ、はい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 、そうするとね、まあいろんな人がいるわけですよ、そうです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 、それでなんかこう今日聞いたね、その聖句なら聖、うんうん、聖書箇所についてこう語り合うわけです、そうするとね、うんうん、まあある意味では何語ってもいいわけですよ、そうです、はい、そうするとね、その聖書なんかそっちのけでね、いろんなこと話す人も出てきますよ、はいはいはい、それはつながってるわけですよ、本人の、そうそう、そうなんです、そうなんですよ、それでね、私もねちょっと自分で気がついたんだけど、寄せばいいのにね、変なファシリテーター癖がついちゃってていいんじゃない、それちょっとね、まだ話してない人です、じゃあ何々さん言うそうですかとか、あれこれ何やってんだろうと思ってそれでね、でもすごく面白い、うん、
そしてね、それをこう、その、た、その、ただ話なく、たくさんする人とあんまりしない人、それはいますよ、もちろん。どうしてもそういうの出ちゃうけど、そう。なんかね、すごくこう平べったいとこに座ってね、土間に座ってみんな話してるような感じなんですフラッよ。トですよね。フラットなの。あうん。れはすごいなと思って。私はそれが教会の中に圧倒的に欠けてると思ってるんです、実は。牧師がいることで。ピラミッドができるんです、やっぱり。遠慮もできるし、遠慮も出ちゃうし。でも今は ズームの、バイブルワークショップは、そもそも知らない人が集まっちゃうから、相手が誰だか知る由もなく、10分くらい好きなことを喋らざるを得ないわけですよ。私ももちろん全然知らない人ですそよ。うですよね。うん、そうで、そうそう。それで別にどういうふうに進めるかってね、その司会者がいるわけでもないかないら、からね。はい。いえ、で、誰かが、どっから参加してるんですかとか言ったら、うん、はいはいはい。北海道とかね、そうそそういうう。のようなこと言って、いや、非常にフラットなね、はい。いや、なんかこう、ちょっと人生に疲れてね、うん。どっかの、その辺腰掛けませんかみたいな感じはいはいで、はいはい。木材の上かなんかに腰掛けてね、ちょっうんうんうん。と今まで作業していた人たち、いはいろはいんなはい。ね、なんかこう、いや、どうですか、この頃みたいな感じの話になっていくのがね。そうなんですよ すね。ごくね、で、それがね、終わった後ね、少しまた関根先生はいが、はい。全部のグループになるでしょ。ええ。みんなが顔をはいこう動はいかはい。してね。で、少し、それが最初話してた、うんうん。それからこう、今日どんなことを感じられたかとか、はいはいはい。テーマとかね。それがね、不思議なんだな。こんなにいろんな考え方や感じ方があるのかっていうのが出てきた後に聞くからね。最初の、だからそれは本当にすごいですね。そう人でにすよってか。こんな見え方がね。いや、正しいとか正しくないっていうん、うんじそうゃいうなこくとて、じゃないからそういね。う、大体もうそういう、まあ、ある意味でどう読んでも答どうえ読んてでくもれるいい。もんじゃないですか。うん、どう読んでも応答してくれるものじそうゃなないんでですか。よ。はい。その豊そうかさがかえって分かっちゃうみたいなね。なん。うん、そうそうそう。だからね、決めつけ的な説教っていうのはね、実にバカらしいんですよ。本当に。それを無理に伝えようと思うことはね、大きな誤解を作ると思う。うん。だから説教は説教で場は必要なんですけれども、もう少し頭を柔らかくして、ああでもない、こうでもないって考えていいんだよっていう時間は、どこかで作ってあげないと、キリスト教離れは加速すると思います。いや、私はあれはね、すごい面白いと、そうですか。感心しつつね、そんな風な見方があるのかっあて、るいのや、かっ見てね。方っていうよりね、こう、ある意味じゃ、こう、ほら、まあ、短い時間の中でいろんな人がいろいろ言うわけだから、まあ、混乱してるっちゃ混乱してるんですそうよ。なんです。はいはこう、別に秩序立ってないんだけど、い。でもね、なんかね、その人が、こう、言いたいことがね、ガガッと出てくるんですよね、なんか。ちゃんと言いたいことが出てきま出すてよくるね。の。それで、あ、もう時間ですね、とか言ってね。なんか、下手すといくらでも出てきそうな感じなんだけど。エネルギーは、まさに、すごいですね。すごい熱量。ありがたいことにね、私が呼びかけて集めたということで、安心してくださってる方いっぱいいらっしゃるんですそうよ。だと思いますよ。そう思で、いそます。れは大変ありがたいんですよね。それが大事なとこですよ、一つ。うん。なんか安心してるんですよ、みんなね。そうなんですよ。で安さ、心してるかうら、ん。本当に、どんな話が出てくるか、はい。本当、ある意味では分かんない。うん、そうですね。開いてみないと分かんないよ開いてみね。ないと分かんないみたいなね。安心して話せる雰囲気ですね、本当うん。うん。ね。で、全部終わってから、私がね、またポンって出て、みんなに向かって挨拶をするときのみんなの表情は、実にすっきりしてるんですよ、これそう。が。なんかすっきりするんですよね。大なん変。か なんかね、面白いなーと面思っ白い。不思て。議っちゃ不思議なんだけどね。だから何かね、こう、もちろん聖書とかそういうものと触れ合っていると同時に、関根先生という大きなこう拠り所があって安心してると同時に、
やっぱりね、非常にこう一人一人が個性的だからね、はいはい個はい。性的になってくるんですよ、なんかこう言ってるそうこでとすよがね。ね。そうですよね。個 で別でも、すからね、みんなね。そう。それで前の人の話をちゃんと聞いて自分の意見を言う人もいれば、そうじゃない人もいるんですよ、全然別の人も全います然。よね。はいはい。いや、私はこういうことを思ってるっていう、まあ時間も短いところはあるけど、それがね、なんかすごく面白いですね。変に配慮しすぎないでね。もうこの、私こう思ってるんですみたいなね。って言っても大丈夫だっていう雰囲気があるんですよ、なんかそこう。れがね、すごく嬉しいことだなと思ってるんですよね。私のところに結構コメントが後でメールどうですでか。届いたりするんですけれども、でもなんかこう、分かったとか分からないということではなくて、なんかあそこの、あの場にいることができてよかったっていうようなコメントが意外と多いんですよ。で、もちろんいろんな人たちからこういうことを聞いて考えさせられましたとかね。私ね、それがすごく嬉しいんですよね。あれはね、不思議ですね。すごくね、考えさせられるっていうか。まあ、そういうところから見るのか、みたいなね。そんな方向から そうよそうね。いえばそういう方向から見たらそう見えるだろうな、みたいなね。そうですよそういね。う、こう、人間の盲点っていうか、あるいはこう、ブラインドになってるとこだらけなんじゃないですか、きっと人間。そうです人間ってね。ね。前しそか見れえませんからね。ですよね。それがね、本当にね、照らし出されてくるという。いや、ありがそれたいでも、すいや、なんね。か器用に話されるわけじゃないんだけど、なんかこう、途中で終わったりすることも、もちろんあるんだけど、なんかね、すごくこう、その人の思いがね、かなりこう、こもっているって感じしますね。でもね、す本当ごに。くありがたいです、それは。本当にありがたい。前にもちょっと話しましたけど、その関根先生に何かを教わったとかなんとかっていうレベルではなくてね、自分でなんかこう気づかされたっていうか、その経験がね、もっともっと表に出てほしいなって気持ちがあるんですよね、私。本当に。そういうのってね、なんかそれを抜けてくれないと、それを抜けてくれないと、私は死ぬに死ねないっていうか、そういうこと 感じになってしまうわけですよね。そういう、気づきみたいなことっていうのは、こう、非常に綺麗な秩序だった世界でだけで起きるんじゃなくて、こう、ある意味ではいろんな、こう、声がしてね、いろんな、こう、音がしてる中で、なんかこう、あれ？ そういう音もあったか、みたいなね。そういう、なんかね、やっぱ人間の気づきっていうのは、いろいろ雑多な中で、いろんなこう音がしている中で、こう気づいたりするんだなっていうのは、すごくしますそれがね。ね、ものすごく大事だなと最近思うようになっていて、で、特に私は写真を、カメラをいじるようになってから、写真というのは、その人が持っている、ある種の気づきの瞬間っていうか、もちろん好きに撮っていっぱい撮ってっていうんであれば、それは何を撮られたか分かんないですけど、私は今しばらく写真を撮っ、と、と、まあ、と、撮ら、撮ってないわけじゃないんだけど、少しこう出し惜しみをしてる部分があって、自分で本当にこう撮りたいと思うものに気づいて撮るっていうことが、必要なんだなっていうのを最近になって感じてきていて、いっぱい撮ってみんなすごいだろうなっていうのもありだけど、そろそろ私はもう少し絞って、関根和夫はこの日こんなふうに感じましたって言える写真を、まあ例えば1日3枚とか5枚とかね、そういう発表の仕方っていうか、それをしたいものだというふうに考えてるんですね。ただ単にこの、お花が綺麗だとか、もちろん綺麗なんですけども、でも綺麗だということだけじゃなくて、それが私にとってどれほどのものかっていうのが、なんか伝わればいいなっていう、ちょっと贅沢なあれなんですけど、そういう写真の見方、撮り方、自然の見方、撮り方っていうのを、
自然ってどこを切り取ってみんな綺麗なんですけど、ええ。ことさらにあえて言えば私ね、こあえれってて言えばいね、自分にう、とって、これが、取りたい、言いたいことを取りた言いいたこいこと。とをだから伝えたい説こ教をと。作るときね、説教を作るとき大体そうですよね。説教って文章があって、テキストがあって、その中であえて言いますけど、これは大事なと思ってるんですよっていうわけですね。同じように自然を見ながら、あえて私の目から見るとこれですねっていうような、そういう写真写を真をね。これから先撮れるようになったら、写真ああ、集が出ると思いますのいやでね。いやいやいや、それは待ち望みますね。いや、本当に。いや、もう何事にも通じますね、それはね。なんかね、そういうふうに感じてそきたんですの、よ、最そう、近。今、デジカメだから何百枚でも何千枚でも簡単に撮れちゃうんだけども、でもそういう撮り方も一つあるけれども、でも、もうそろそろ私は自分の中でもうちょっとまとめてみたい気持ちがあって、本当に撮りたいと思ってるみたもの、いな。ね、撮りたいと感じたものが撮れてるかどうかっていうのを、もう少し丁寧に見ていきたいなって思ってるんですよ、少し。そんな感じがするんですよね。どうなるか分かりませんけど、でいや、楽も、しみになん来ましかた少なね。くともだから写真の撮り方が多少は変わってくるのかもしれないなと思ってるんですよね。もうね、下手な横好きで。何でもかんでも手出してるからね、いろいろ。でいも。やいや、本当ね、だからその、綺麗だっていうことは大事なことだし、美しいっていうのは、伝わるものだし、そうです。それは多くの人に伝わる、ええ。花が美しいっていうのは普遍的なことかもしれないけそうど、なんですね。自分がそこに関わっていってね、自分というものと花との間に、生まれてくる、要するにハイタッチですよ。ハイタッチと、花とハイタッチをしたそいっのていう。触れ合いが伝わってくるっていうね。そういう空気を空気ね。写真で表せないものかなって、贅沢なことを考えてるわけです、私。これね、そのお話に似てるんだけど、最近聞いた話でね、視覚障害者の人をね、視覚障害者の人が、マラソンとか、ウォーキングとか、走るのを伴走する人がいるじゃないですか。伴走者ね。伴走者。で、伴走者のグループっていうのもあって、伴走者の会っていうのもね、あって、私は、視覚障害の人とかですね、聴覚障害の人とかね、実は、結構カウンセリングやってるんですよ。視覚障害の人は、中途だから、実は見えてた時に、私の顔を知ってる人なんですけど、何人かいるんですけどね、それはもちろん言葉でやるんだけど、聴覚障害の人はね、よく手話とか言うじゃないですか、コミュニケーションしたりする。もちろん少しできるんだけど、非常に不思議なんだけど、速記ですね。メモ用紙を置いといて、ダーってやって、その人と呼吸が合うようになったらね、それの方がいいんですよ。それで、時々こう喋る。音は出るからね、音は。はっきり言葉にはなんないけど、でこうやったりってね。それで、たくさんやってるわけじゃないんだけど、視覚障害の人に聞いた話だと、伴走するときに、紐持ってるんですよ、ね。持ってますね。ロープを。ロープね。ね。で、このロープっていうのはね、伴走者によってね、随分違うって言うんですよ。なんつったら、一人だそうとなん大だ。変だから、もう一人の視覚障害者の人に、何人かがグループで、伴走者のグループを作ってあるわけです。で、伴走者はすごく遅い人じゃできないからね。そうだよね。リードするわけだからね。で、そのね、ロープっていうのを、これはね、なんて言ったらいいかな。伝
伝わるって言うんですよ、そのロープがですか。面白いと思ったのはね、例えばその伴走者見えてるわけじゃないですか、うんうんうん、だからちょっとすごいなんか車がわーっと来たとかね、うんうんうん、まあ音は近づけば聞こえますね、遠くからなんかすごい トラックがでっかいのが来てるとかね、うんうん、それからちょっとこう向こうの方に段差がある、うんうんうん、ちょっとあの坂があるとかね、うんうん、その時ね、あのこう言葉で言う、言葉で伝えよる先にそのロープ、うんうんうん、体感みたいなもんですかね、おこれがね伝わってくるって言うんですよ、あのロープで、ロープのねこうだから触感ですよ、触感、さっきのタッチ、うんうんうん、それがねこう緊張が伝わるっていうのかね、あなるほどね、それはね面白いこと言ったんだね、言葉より早いんだって、あそっちの方が、そうなんですよ、まあ、言われてみればそうですよね、うん、そうね、瞬間的に、うん、瞬間的なもんだからね、うん、でこれってね私たちが、例えばこう花と交流してるとかね、うん、自然と交流してるとか、うんうん、人と、なんかね、今日のハイタッチじゃないけど先生の、うんうんうん、子供たちの、うんうん、あれ言葉より早いんじゃないかって気がする、早いですね、確かに、まあ、本能的っていうか、はい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 、まあ、瞬間的に存在を捉え合うっていう、そうですね、うん、そうですね、であれはね、うん、そのロープっていうその紐を通じてね、うん、ある程度こう距離のある紐らしいんですよ、あれは。ああ、そうですよね。走りにくいんですよね、あんまり近いとね。あんまり近い、うんうんうん、あのロープはね、あの紐はね、なんて言ったらいいか、すごいコミュニケーションに行くんですって。あのロープ一本で。一本がその、つまり、まあ、言葉でもあるけど、言葉より早いっていうのは面白いと思ったね。さってこう伝わるっていうね、情報。その気持ちというか何か、うん、まあ情報も含めてあるんですよね、情報も含めてね、うん、でこういうのを考えると何て言ったらいいかな、私たち実は自分たちでも、つまりそのそしてあれはもちろん信頼し合ってないと、ね、そうですよね、うん、そうですね、うん、で信頼し合ってるからこういいわけで、うんうん、何て言ったらいいかな、その途中で視覚障害にな中途でなった人の話、その信頼できる関係というのは、例えばその今言ったように伴走者と視覚障害者の関係っていうのは、うんうん、つまりある程度委ねなきゃなんないわけです。そうですね、うん、でそのね信頼っていうのはものすごくね奥が深いって言ってました。そうですか。つまり信頼という言葉の持っている奥の深さは、うん、そのただごとではないと、つまり、なるほど、つまりそのロープ一つで、つまりだから何と言ったらいいかな、まあいろいろ危険性を考え出したらこれ心配でなんないわけです。そうですね、うん、走れないですよ、心配症な、うん、心配で、うん、ところが現代人はこの心配の種を一つずつこう削っていって、より安全で安心って言うけど、うんうん、本当の安心っていうのは、本当の信頼っていうのは、まあね、いろいろあるかもしれないけど、この人を信頼する、うんうんうん。自分を包んでくれているもの、うんうん、自分を守ってくれているものを、この、こういう、まあ自分でも一緒にやってくれてるわけだし、その信頼っていうのは、ものすごい、こう、なんていうかな、奥が深い世界で。なるほどね。うんうん、いろいろあるけどっていうことなんですね。そこは私もね、すごくいいなと思ったのは、うん、いろいろあるけど、いろいろあるけど、考え出したらさ、心配なことはないわけじゃないけども、うんうんうん、でもまあ、なんとかなるだろう。うん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 。このね、委ね方ね。そうですね。これはね、もしかしたらすごく大事なことで、そうですね、現代社会がすごい失いつつあることかもしれないです。そうですね。もう随分チェックリストでね、うん、なんていうか、こう、問題点をどん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 、はい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 、潰していくっていう感じ、これはまあ、もの、車検とかそう、まあ、それでいいわけですけどね。まあね、確かに、必要なこともあるでしょうけどね。でもそれ、ものの世界じゃないですかね。うん、そう。人間っていうのはどんなにチェックしたって、うん、変なとこはない。漏れるよね。漏れる、
わけでしょ。そうすると、そそれうをね。どういうふうに、こう、まあ、それでも大丈夫かって委ねられるかっていうね、その世界を実践してるんですから。なるほど、なるほど。ああ、面白いです面白いね。です。面白い。あ、やっ面ぱ白い、面白い。い体験者の話とか面白いですよね。や、面白いですね。うん。だから、いろんなね、問題点をリストアップして、うん、そのそうチェッそうクをそう。一つ一つ潰していくという考え方は一つの考え方であって、ある意味で現代における主流ですよね、それ主は流ね。ですよ。うん、この問題はこうやって潰していく。うん。このだか問ら題世があった界らにこうはして必要潰しなんていでしく。ょう。そういううん、考えが。そう。でだもけど、ね、信頼っていうの信は、頼。問人題間があ関るか係もとしれかない。ね。うん。人間関係とかね。信頼とかね。それからこう、なんていうかな、その、心が本当の意味でね、こう、信頼し合ってね、ある程度信頼して、なんていうかな、こう、豊かに生きていくためには、だから限りなく心配性の世界が待ってるわけですよね。そうですよね。そうですよね。その問題点を見つける力だけはものす強ごいいからね。現代はね、ますます、その精問度が題を上がっ見てつるわけけでる。すよ。そうですね。はい。チェックそリストしは増えるばかり。て、そう。で、品質勝負の世界だから、そうですね。品質管理部っていうのはどこの大企業にもあるわけですあよ。りますね。だけど、あれは製品を作ってるわけで。そうですね。そうですよ。本当にそ そう。う。信頼というのは、だから、それはそれとしてあるけれども、そういうことがあったとしても、まあ、なんかこう安心できるというかね、そうね。そういうふうなものがありながらも安心して前に進めるっていう力をそう。もたらこすれものですね、よね。すごく大事だな。これはまあ、関根先生なんかがいつもおっしゃってることだし、もちろんね、MLCF なんかでもおっしゃってることだけど、これね、私のところのある女性のカウンセラーがすごく面白いこと言ったんですよ。私、講座で同僚のカウンセラーの話聞いてね、感心したんだけど、その方もね、子育ていろいろしたような経験のあるカウンセラーですけどね、ある時ね、カウンセリングセンターに来る前だったかな、どっかにとにかく勤めてたところでね、母親教室みたいな担当してたんですってね。そしたらね、子供、子育ての、まあ、支援みたいな、なんつったかな、お手伝いみたいなことを、いろいろやっておられたんだと思うんですけど、ある時ふっと気がついたんだって、そのね、あんまり決めつけられないけど、こう、この子、学校に上がって大丈夫かなって、まあ、幼稚園終わったり、子供園終わったらね、終わる時になると、心配になると、みんな、うん、うちの子大丈夫かなってね、うん、ところがね、お母さんの中にはね、ったらいいかな。いや、心配だ、うちの子だって大丈夫かなって話してるんだけどね。でも、どっかで、まあ、いろいろ問題あるかもしれないけど、なんとかなっかな、みたいな、親の子供はね、案外、その後大丈夫になってるんじゃない。なんとなるんだただ、ね。そこにね、結構何年も勤めたんですよ、その人。そうすると、お母さんたちを見ててね、その子供たちが小学校上がってどういうふうになっていったのかっていうのを、とね、まあ、あんまり簡単には決めつけられないんだけど、いや、あんまりね、あんまり心配性のままだとね、やっぱ子供もなんかね、こう、ちょっと不安になると。そうですね。それはそうですよね。だけど、心配ですよ。もちろん心配なんだけど、いろいろさっきのあれじゃないかと、委ねるじゃないけどね、心配だけど、まあ、でもまあ、なんとかなっかな、みたいなのが出てくると、なんか結構大丈夫になるっていうような気がするって言ってたの。わ かるね、それ。これってね、だから子供たちが先生とこ来てハイタッチするじゃないですか。なんかこの人大丈夫なんじゃないかっていうかね、きっとね。なんか醸し出してんですよ、きっと。いや、いろいろあるだろうけど、まあ、自分もいろいろあるけども、でもね、なんかね、委ねるというか、任せるというか、まあ、まあ、どう転んでもなんとかなるかもしれそうでなすいなね。と、これすごい大事ですね。そうですね。うん。そうですね。なるほどね。カウンセリングに来ている人でね、もう17、18年かな。子供がまだ幼稚園に入る前からカウンセリングに来てる人で、彼女自身はちょっとこう、
心配が多いっていうだけのことで、そんな病気とかっていうんじゃなかったんですけど、子育ての心配があって、自分がきちんとしたお母さんになれるかどうか、うちの子が学校で大丈夫かどうかっていう、で、学校に呼び出された時に私は大丈夫かどうかとか、そういう話があって、で、ずっとまあ、月に1回ぐらい来て、1時間ぐらいいろいろ喋って、まあ、でも、なんとかなってきましたねって言って、まあ、なんかあったらいつでもここね、来て話してくれれば大丈夫だからっていう話をして、今、その人ね、息子はもう今年大学卒業して、娘はもうすぐ、高校卒業するんですね。振り返ってみると、PTA の役員やってるわ、図書室のなんか司書もやってるやっわ、てるわ。もうね、昔のその泣き言が嘘の 本当に。本当ね、ああ、そうですで、かそれね。は、まあ、その方に言えば、まあ、ここでね、別にその特別何かってんじゃないけども、関根先生にいろいろ話聞いてもらえて、それで本当助けられましたみたいなことをおっしゃるんですよね。ありがたいことだなと思って、それも。本当です私はね。何にも教えてないですかいや、私ね、それすごく大事だと思うのは、ら。いや、カウンセラーがどうだとか、カウンセラーがこうだったからその人がそうなっじたっゃて、なそんいでなすことよは言ね。えないけどうん。も、信頼関係なんですよ。もしね、その信頼関係っていう上で大事なことがあるとすればね、私もこういろいろ、もういろいろ危うさを抱えている人間でね、だけど、まあなんかこういろいろあっても、まあなんかこう、なんとなく大丈夫かなって思える、なんかね、自分を支えてくれるものとか、自分の周りが、本当に自分をこう、助けてくれるとかね。なんかまあ、もちろん悩みはいっぱいあるんだけども、こういう自分でも、こう、そういうふうになんとかなる、なってき、な、なんとかなってきたし、なんとかなっていけるかもしれないなっていうような感覚が、もしかしたらすごく大事なのかもしそうれななんいでですすね。ね。そんな気そがう思すいるんまですす。よ。そう思いますね。本当ね。で、それはね、誰の手柄でもないの。そうそう。お互いの中にかん、お互いの中にできてくる関係性の問題で、会った時に何にも言葉が出なくても、とりあえずハイタッチして送り出せれば、もうそれで大丈夫っていう感じするの、私。そうなんですよね。そどんなう深い問題を抱えていても、思う。もう、一緒ハイにいタッることチ。でなんかちょっとほっとして、じゃあまたねって言ってハイタッチしてこれ。帰れたら、きっと大丈夫かなと思うんですよね。そういうケースが結構あるんですよ、あるん実際。ですよね。本当。カウンセリングの現場ではね。そうなんですよ。だからね、カウンセリングの実力がどうのこうのとかね、どんなことを教えたとかなんとか、そんなことはね、全然関係ないような気がする。関係ないですね。本当に。それは牧師として聖書を教える場合には間違ったことを教えちゃいけないから、一応きちんとしたことは教えなきゃいけないんですけれども、でもそれ以外の部分に関しては人間的にはいい加減ですけれど、それでもどっかでなんかこうハイタッチして別れられるっていうかね、じゃあ頑張ってねって言えるような、そういう空気を醸し出しながら生きていければ人間としての役割は果たせるかなと、ちょっと思ってるんですそれね。が信頼の空気みたいなものですよね。だから長瀬先生とお話をして、あるいは実際に茨城に行って、あそこで食事をしたり、カウンセリングの講座があって終わって、じゃあっていう時は、もう本当にハイタッチして帰ってくるような気分ですハイもタッチですよね。本当に。いん。やいや、もそういう感じなんですよう、私ね。ももうそれでどんだけ助けられてるか分かんないですよ。いや、私の方こそなんですけど、本当に。いやいや、今日も気がついたら時間になってましたね、ね。ありがとうございました、いやい本当に。や、もういつもいつもありがいとうつございもまありす。がとうございます。じゃあまた、今日はまたこれぐらいにして、ありがとうまございましたた。次回ということにいたしましょうか。わかりました。